はい、こんにちは、シャスカです。今回は王陽明という人物をやってみたいと思います。陽明学という、彼の名前がそのまま学問になってますけれども、陽明学という学問を、始めた人ですね。でテーマは2つです。まず、なぜ王陽明は朱子学を批判したのかということで、前回は朱子っていう人物の朱子学っていうのをやりましたけど、朱子学に対して王陽明はですね、満足してないんですね。で、完全に違う考え方をとっています。でどういった部分を批判しているのかっていうのが一つと、もう一つはどのようにすれば人生を極められるのかと。王陽明はこういうふうにすれば人生を極めていくことができるっていうふうに、話を持っていってるんですけど、じゃあどうすれば人生を極めることができるのかというのを、王陽明はどういうふうに考えているのかっていうのを一緒に学んでいきましょう。ではまず王陽明ですね。王陽明が始めた学問のことを陽明学と、彼の名前から陽明学というふうについてるわけですけど、どんな学問かっていうと、理ですね。前回朱子学で出てきましたが、理、宇宙の原理、宇宙の法則とか仕組みっていうふうに考えて、もらっていいと思うんですけど、宇宙の原理は客観的なもの、つまり自分から見てその外にある、例えばこのペンっていうのは私から見て外にありますから、これ客観的に、あ、赤いなとか、今横になってるなとかっていうふうに見ることができますよね。なので、宇宙の原理は客観的なものではないっていうことは、外にはないって言ってるわけですよ。客観的にものが見れるっていうのは、自分とこう離れてるから客観的に見れるわけですけど、客観的なものではないってことは、この宇宙の原理っていうのは自分と別物ではないって言ってるわけですね。同じものだっていうふうに言ってるわけです。人間の生まれながらの心はそのまま理であると。つまりこの宇宙の原理と自分っていうのが離れてるんじゃなくて一体なんですよと、っていうふうに言ってるわけですね。だからその生まれながらの心そのものが理なんだよということで、心即理というのを言っています。心すなわち宇宙の原理であると、宇宙そのものであるっていうような感じですね。で、心の本体を善悪を判断する能力、心そのもの、私の心、あなたの心ですね、あなたの心そのものがもう善悪を判断する能力、良知っていうのを持っていて、でその良知、つまり心の中にある善悪を判断する、能力を極めて生きること、知良知、良知に至るですね、良知に至ることを、人生を極めるっていうふうに、考えたわけです。そして真に知ることと実行することは一緒ですということで、知行合一ですね、知行合一っていうのを説いたということで、これはソクラテスでも出てきましたよね、知行合一っていう言葉は。つまり本当に知ってることと実際行うことっていうのは全く同じことで、もしですね、知ってるんだけどできないとか、知ってるんだけど行動できないということは、それは知らないんだと。本当に心から頭の髄まで分かっていることだったら、それは必ず実践すると、行うと。つまり知ってることと行うことっていうのは全く一緒で、知ってるけどできないってことは、それは知らないんだと。本当に心の底から、腑に落ちて、体感覚まで落ちている、知識っていうのは、これは必ず実行に移されるということで、知行合一、知行合一というふうに言った。でこれはもうソクラテスもそのまま知行合一っていう言葉を使ってましたよね。つまりその実践できるレベルの知識っていうのを学ぶことっていうのがすごく大事で、学ぶことと実行すること、学ぶことと行動することは一緒だということです。でこれは本当にその通りで、知ってるんだけどできないってことは、それは知ってないんですね、分かってないわけですよ。私は知ってるんだけど、心臓がうまく動きませんとか、私は知ってるんだけどその呼吸がうまくできませんってことはないわけですよね。それは本当に無意識レベルで完全に分かってるからです。例えば自分が寝てたとしても、ちゃんと心臓は動き続けるし、体温は調整し続けるし、呼吸はし続けるわけですよね。それは本当に分かってるからです。本当に分かってる、その腑に落ちてるっていうのはそういうことですよね。で分かってるんだけどできないってことは、それは本当は分かってないわけですよ。だから分かるまで繰り返し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 、自分のものにして学ぶ、量をこなすとか、実践を繰り返して量を
やっていくことで本当に自分の体が分かるレベルっていうのは本物の知識だということですね。だからまあ1回自転車に乗れるようになったら10年間自転車に乗ってなくてもやっぱり乗れるし、あの1回泳げるようになったら10年間泳いだことがなくても少なくとも25メートルぐらいはまた泳ぐことができるっていうのはもう本当に体が分かってるから、本当に分かってるからですね。そのレベルの知識っていうのは本当に大事で、それが真に知ることだと。で、真に知ってることっていうのは必ず実行することにつながるので、知ってるんだけど立てないとか、知ってるんだけど歩けないってことがないのと一緒で、本当に知ってることっていうのは本当に実践できるんだっていうのが知行合一ってことで、まあ、陽明学で、覚えておきたい言葉ですね。で、前回の朱子学と今回の陽明学の、学問の違いっていう、考え方の違いっていうのをちょっと整理したいんですけど、まず前回の朱子学ですね、朱子っていう人物が始めた朱子学っていうのは理気二元論って言って、理と気が2つに分離してましたよね。こっちは理、こっちは心っていうことで、心と宇宙の原理っていうのは基本別物だというふうに二元論ということで分けて考えてました。なのでなんですけど、今回習っている、陽明学っていうのはそうじゃなくて、心、私たちの心そのものが宇宙の原理、宇宙の仕組み、宇宙の法則なんだよっていうことで、心と理っていうのが一体なんですね。同じものなんです。で、前回の朱子学っていうのは理気二元論ということで、宇宙の原理と心っていうのを分けて考えてたんですね。まずここが違うわけです。で、そして、前回の朱子学だった時は、じゃあ宇宙の原理、外にある宇宙の原理っていうのをしっかり学ぼうと、しっかり学んでいきましょうということで、やっていたわけですけど、今回の陽明学っていうのは心、自分の心そのものが宇宙の原理 なので心に従いましょうというふうに言ってるわけですね。で、朱子学の場合は人生を極めるっていうのは宇宙の原理っていう、外にある宇宙の原理を徹底的に学ぶことで、自分の心の中にある欲望っていうのを抑える、これが人生を極める。じゃあ自分の欲っていうのをしっかりとコントロールできるような状態になっていることを人生を極めるっていうふうに朱子学っていうのは言ってたわけですけど、陽明学、今回学んでる陽明学っていうのは人生を極めるっていうのはその自分の心の中にもうすでに善悪っていうのを判断する能力っていうのを持ってるわけなので、その心のアンテナにいつも従うことができるような状態っていうのをその人生を極めるっていうふうに言ってるわけですね。なので、なぜ応用名は朱子学を批判したのかっていうのは、その理気二元論ですね、宇宙の原理と自分の心っていうのを分けてるっていう考え方がおかしいっていうふうに批判してるわけです。で、どのようにすれば人生を極められるのか、自分の心そのものに善悪を判断する、心のですね、何よりも正確なアンテナがあるので、それに、従って生きるというのがその人生を極めるというふうに応用面は考えたわけですね。で、前回の朱子学っていうのは結局宇宙の原理っていうのが外にあって、その宇宙の原理を徹底的に学ぶことで自分の心の中にある欲望を抑えていく、そして宇宙の原理すべてを知る、万物のことをすべて知る、格物知事っていう状態が人生を極めるっていう状態でしたけど、応用名の場合は知領地、自分の領地に至る、自分の領地に従って生きることができる状態のことを人生を極めるっていうふうに言ったわけですね。で、結果的に朱子学っていうのは国家公認の学問になりました。これは前回も説明しましたけど、結局儒教というのは基本的にこのピラミッドの封建社会っていうのを認めてるわけですね。だから皇帝だろうが将軍だろうががいて、その人たちがこう下の身分の人たちを支配するっていう、そのピラミッドの仕組み、封建社会っていうのを認めてたわけです。なので結局この人たちに対して朱子学っていうのを教育することができると、この人たちは欲を持ったらいけないんだ、欲を抑えないといけないんだっていうことが徹底的に、伝えられるので、おとなしくなってくれるわけですよね。支配する人からすると、支配される人がおとなしくなってくれるとすごく支配しやすいわけですよ。だから国家公認、中国の皇帝なり徳川江戸幕府なりが公認して、自分たちの学問としてやったと。なのでこの朱子学っていうのはの後々ですね、徳川260年間が続くのにすごく貢献した学問とも言えるわけですよ。いい意味では260年間、平和の世の中が続いたっていう、いい意味ではそういったものがありましたけど、その260年間で大きくヨーロッパ、アメリカに、文化の、面で差をつけられた
で結果的にそのヨーロッパ、アメリカ、ヨーロッパ、イギリス、フランスの植民地になるような危機にさらされたっていうマイナスもあったわけですね。で、陽明学の場合は、あなたの心の中に、あなたの心の中に善悪っていうのはあるので、自分の心に従いなさいって言ってるわけですよ。ってことは、自分の心の中には、善悪を判断する気持ちももちろんありますし、欲っていう欲望ですね、もっと成功したいとか、もっと、例えば今だったらですよ、今の話だったら、例えばいい車に乗りたいとか、いい家に住みたいとか、海外旅行に行きたいとか、有名になりたいとか、そういった、欲っていうのもあるわけなので、心に従えっていうふうに言えば、この人、この下の身分の人たちっていうのは、自分思い思い自分の好きなことっていうのをどんどんやっていくので、非常にエネルギッシュなわけですよね。だから一個人としては、一人一人の人間としては、その陽明学の方が、人生は楽しいし成功する可能性はあるわけですよ。ただ支配する側からすると、支配される人たちがこう思い思いに自分の好きなことをエネルギッシュにやると管理しにくいので、国家公認の学問にはならなかった。結果民間のみ、一般レベルで一般の人々の間で学ばれた学問というので終わっているという違いがあるわけですね。で、こうやって今2つ並べてみたときに、現代のその一番最先端の学問なり科学から見るとですね、陽明学の方がかなり進んでいたんだなということが分かります。今だから、私たちの地球っていうのは、あんまり宇宙についてしっかりこう研究されてないんですね。20世紀までだったわけですよ。20世紀はその NASA っていう、アメリカのヒューストンにある NASA が中心になって、人類をどんどん宇宙に出して、月を、に着陸させたりとか、1960年代ですよね、月に着陸させて、宇宙っていうのはどういう風になってるんだろう、宇宙っていうのはどういう風になってるんだろうということで、すごく宇宙を、探求する研究っていうのが進んでたわけですよ。つまり自分の外にある宇宙っていうものにすごく興味関心があったのが20世紀だったわけですね。でも、正直宇宙っていうのは結構シンプルだったので、ある意味研究としては分かったわけですよね。なので、もっと複雑なもの、もっと高度なものに研究対象というのが移っていて、21世紀の今っていうのは、あんまりその、どんどん人間を宇宙に出そう、もっと宇宙のことを学ぼう、知ろうっていう動きよりも、心、心理学、人間の心の方が宇宙よりもはるかにこう複雑っていうかですね、人間っていうのは性善説でもあり、性悪説でもあり、善でもあるし悪でもあるし、善悪を判断する能力もあれば、欲望っていうのを持ってたりですね、仏教の言葉で言えば煩悩っていうのを持ってたり、すごくこう複雑なものなんですよね。だから20世紀はその力二元論的な宇宙を研究する学問っていうのはすごく発達したんですけど、ある意味宇宙っていうのは思ったよりもシンプルだったということで、今の研究対象っていうのは21世紀になると、どっちかっていうと、もう私たち一人一人の心っていうのにすごく焦点が当たっていて、人間ってなんでそういうふうに考えるんだろう、なんでこんな行動するんだろうと、なんで70億人いたら70億人価値観が違うんだろうみたいな感じで、とにかく心っていうのにすごく研究対象が当たってるわけですね。だから今は文系だけではなくて、理系のトップの人たちもとにかくその人間の心っていうのにすごく興味関心、学問の中心っていうのが集まっているわけです。そしてその自分の一人一人の心に従えば、結局その人にとって最高の幸福な人生、最高に幸せな人生っていうのを歩んでいけるっていうのもなんとなく分かっていて、朱子学っていうその支配する人にとって都合のいい学問よりは、一人一人が自分自身が本当に幸福になる、幸せになっていくっていう考え方っていうのがどんどん学ばれているっていうことからすると、朱子学っていうのはどっちかというと20世紀的な学問であり、最先端を陽明学、応用名の陽明学っていうのはある程度かなり最先端を古い時点で研究してたっていうようなことを言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは今回は応用名の陽明学を説明しました。今回の動画をご視聴くださり感謝いたします。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。